ジャン・ティガナは、マリバマ湖出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、元フランス代表、ポジションはMF、マリで生まれ、地元のクラブチームであるレアル・バマコに入団。フィジカルの強さと卓越した戦術眼を発揮して攻守に貢献し、1975年に渡仏し、スポルタン・トゥーロンバールに入団。1978年にはオリンピックリヨンへ移籍し、評価をさらに高めると、1980年5月23日のソ連戦でフランス代表デビューを飾り、翌年には FC ジロンダン・ボルドーへ移籍。1982年のスペイン W 杯では5試合に出場してベスト4入りに貢献すると、2年後のユーロ1984ではフランスに優勝をもたらし、ミシェル・プラティニやアラン・ジレスらと共に黄金の中盤を形成した。また、在籍していたボルドーでも1983-84、1984-85シーズンのリーグ連覇、1986-87シーズンのリーグとカップの2冠をそれぞれ経験している。また1986年のメキシコ W 杯では3位入賞に貢献した。1989年にオリンピックマルセイユへ移籍。ここでも1989-90、1990-91シーズンとリーグ連覇を果たし、優勝請負人として活躍すると同時に現役を引退。引退後は、リヨンやモナコの監督を務め、稲本潤一が在籍していた、フラム FC の監督も務めた。2005-06シーズンからは2シーズンにわたり、トルコリーグベシクタシュ JK で指揮を取った。2010年からは、フランス代表監督に就任したローラン・ブランの後任として、かつて所属をした。ボルドーの監督に就任したが、不振のためシーズン途中で辞任した。2012シーズンから中国スーパーリーグ、上海申花で指揮を取ったが、成績不振のため、わずか4ヶ月で辞任した。ありがとうございます。